前澤智作は、日本の実業家、企業家、ミュージシャン、YouTuber ーー。株式会社スタートトゥデイ代表取締役社長、株式会社、ゾゾファウンダー、公益財団法人現代、芸術振興財団会長。血液型は、大型。左利き。2020年のフォーブス長者番付で、世界1135位、日本23位。 保有資産額は2020年5月時点で20億米ドル。日本の民間人として初めて ISS に滞在する宇宙旅行を行ったことでも知られる。千葉県鎌ケ谷市出身。小学4年生くらいの時、同級生にクワガタやカブトムシを売っていた。高校に進学するも、2年次からは音楽活動が中心となり、出席日数ギリギリまで、 ほとんど通わなくなる。学校を欠席していた間、バンド練習のためのスタジオ代や、アメリカへの旅費を稼ぐために、建築系のアルバイトに従事した。高校卒業後は、半年間アメリカへ音楽留学し、バンドでメジャーデビューも果たした元ミュージシャンという経歴を持つ。1998年5月、有限会社スタートトゥデイを設立し、2000年に、 株式会社に変更。2007年12月には、株式会社スタートトゥデイが、東京証券取引所マザーズに上場するなど、自社が運営する、ザゾタウンを、日本最大級のアパレル通販サイトとして、急成長させる。堀江貴文は、田原総一郎との対談で、日本の経営者は、たるんでいる、たるんでないのは孫さん、柳井さん、前澤さんくらいと評している。 2012年10月ザゾタウンの送料が高いことを、ツイッターで、詐欺と評した購入者に対して、詐欺ただで商品が届くと思うんじゃねえよ。お前に家まで汗水たらして、ヤマトの宅配会社の人がわざわざ運んでくれてんだよ。お前みたいな感謝のない奴は二度と注文しなくていいわ、と返信して炎上。同月21日に、前沢はツイッターで、 全面的に謝罪し、11月よりザゾタウンの送料を無料にすることが発表された。また、前沢の発言を受けて消費者の反感を買うとの思惑が広がり、スタートトゥデイの株価は2012年10月22日に2営業日連続で年初来安値を更新した。2018年7月17日自身のツイッターにて大きな願望として、 プロ野球球団を持ちたいと、プロ野球界参入ならびに、球団経営に興味と意欲があると表明した。しかし、同年12月11日に、球界参入を一旦断念することを明らかにした。2018年9月25日同日放送の、テレビ東京、日経スペシャルガイアの夜明けに出演。その中で、前沢は、ドクター中松さんができなかったことを我々がやる。 リベンジしようと発言、ドクター中松への憧れを明らかにした。翌日、ドクター中松が、ツイッター上で、ドクター、中松リベンジ返し宣言。前沢社長ありがとう、ドクター、中松ができなかったことは、これから私もやり続ける。前沢社長がやることも長生きしてみ続けると、ツイート。さらに、前澤社長ができなかったことを、ドクター、 中松がリベンジします。今週末にアメリカに向けて出発しますが、帰国したらお会いしましょうとも呼びかけた。前沢も早速ツイッターで反応。3000件以上の特許を持つドクター中松さんから、ありがとうございます。使っていない特許で、社会や人のために私たちに有効活用できそうなものがあったら、ぜひ使わせてください。とつぶやき。中松からの お会いしましょうという呼びかけにも、スケジュール調整させてください。ご連絡いただければ秘書チームが対応させていただきます。と公開のやり取りの中で対面を約束した。地元、千葉や災害地域などへの支援活動を行っている。2011年には、千葉マリンスタジアムの改装工事費を個人で寄付。また、2016年の熊本地震の際は、 熊本県と大分県に、それぞれ1000万円を寄付。2019年9月に、令和元年暴走半島台風で被災した千葉県、南暴走市や巨南町などの三市一町に、各1000万円ずつ、同年12月には、立山市に20億円をふるさと納税制度で寄付した。2020年3月、前沢から、多額の災害義援金を受けた南暴走市は、 千葉県知事の森田検索を通して、日本政府に、法奨の授与を内心。同年8月1日に法奨と正規が発令され、9月10日に、同市長の石井博氏が、スタートトゥデイを訪問した上で法奨と正規を、授与された。なお、法奨については、南房総市とは別に、立山市からも内心、授与されており、2020年12月の時点で、 計4回受賞している2020年4月23日、新型コロナウイルスの影響で厳しい経営状況が続く中小企業への支援として、立山市は前述のふるさと納税で同市に寄付された一部を活用して、前沢智作立山応援基金を設立。総額3億6000万円規模の緊急経済対策を行うと発表。 2020年5月10日、新型コロナウイルスの感染拡大で自粛期間が続く中、子供の学校の休校などで仕事ができなくなるなどして、苦境に陥った一人親の支援策として1万人に10万円、配る、前沢一人親応援基金創設を発表。2019年2月7日ツイッター上で、本業に集中しますと宣伝し、ツイッター活動を休止すると発表した。 一ヶ月前の1月5日に100人にそれぞれ100万円ずつのお年玉をプレゼントすると投稿し2日後にリツイート数の世界新記録を作るなどツイッターを通じた話題作りが注目を集めてきたが2018年12月に会員制割引サービスゾゾありがとうメンバーシップの実施に反発した一部アパレルメーカーの代店が相次ぎ会社は 初の現役へ転落する苦境に陥っていた。なお、約2ヶ月半後の4月25日に、ツイッター活動を再開した。また、移植の現状について、議論を投げかけている。2020年1月1日自身2回目となる、いわゆるお年玉キャンペーン、100万円を1000人に、プレゼントします。をツイッターで開催。また、前沢は、ツイッター上で、 このキャンペーンをベーシックインカムについての調査、実験を兼ねていると語っている。2020年9月29日、上述したリツイート数の世界新記録がギネス世界記録に認定された。2018年9月17日スペース X は2023年打ち上げ予定の BFR による月周回飛行計画で 月への旅行客として前沢と契約したと発表した。実現すれば、人類のガツ周辺への到達は1972年のアポロ17号以来となる。イーロン・マスク最高経営責任者が同席した会見では、英語でスピーチし、I choose t o g o to the moon というジョン F ・ケネディの We choose t o g o to the moon をもじったフレーズも披露した。 2021年5月、アメリカ合衆国のスペースアドベンチャーズ社は、同年12月に、前沢が、ロシアの宇宙船、ソユーズ MS-20 により、宇宙旅行を実施する予定であると発表した。日本の民間人による、宇宙旅行は1990年に、テレビ番組の企画で、ソユーズ TM-11 に登場して、宇宙飛行を行った東京放送社員であった。 秋山豊博以来31年ぶりとなる。2021年12月8日午後4時38分、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から国際宇宙ステーションに向けて宇宙船は打ち上げられた。2021年12月8日午後10時41分に ISS とのドッキングに成功。日本の民間人が ISS に滞在するのは初めてとなる。なお、 自費で宇宙旅行者が ISS に滞在するのは約10年ぶりのことで宇宙旅行のためにかかった費用は不明であるがアメリカの CNN テレビは前沢の総資産の15分の1に相当する100億円をツアー会社に支払った可能性があると推測している。ありがとうございます。